はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の人口についてお送りします。で、前回世界の人口をやったんで、まあ、次日本の人口と続きで人口シリーズやっていくんですけど、今回は全部で穴埋めが8問です。で、この図小さいと思うんでちょっと見にくいなって子は全画面表示で見てほしいんですけど、これ678、これね、ここの答えになってます。ちょうどリンクしてるので、まあ、それ見ながら答えをね埋めてみてください。で、できそうな子はぜひやってもらって、ちょっと確認してもらってね、わかんないなってのがあれば、今から全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず日本の人口の話なんですけど、日本の人口っていうのは1940年代後半、結構昔ですね、ここの後半にベビーブームってのがありました。で、それ以降を増加し続けてます、ずっと。で、そうなってたんだけど、1980年、ここを過ぎた頃からほにゃらら化が進んでいきます。で、何かかっていうと、そっからですね、日本は高齢化が進んでいきます。その80年過ぎた頃からね。で、高齢化が進んでって、そこにほにゃらかが加わります、今度。で、これはもう今も言われてますね。前回も出てきましたけど、少子化です。子供が少なくなっていく。で、それが加わったことで、日本はほにゃらら社会と言います。これは2つくっつけます。少子、高齢社会、ちょっとこれ見にくくてごめんね。少子高齢社会っていうのに変わってったと。まあ、少子高齢化っていう言葉もありますけど、少子高齢化の社会のこと、少子高齢社会ね、に変わってって、で、近年、最近ではわずかに人口が減り始めてます。今ちょっと少なくなっていってる。で、話が変わって、高度経済成長っていう時がありました。で、その時期に大都市の工場なんかで働く子ね、人が足りなかったんだよ。もうどん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 発展させたかったんで、人がどんどん足んなくなった。だから地方から大勢の人が移り住みました。大都市で働きたいからね、お金も稼げるし。で、それによって東京、大阪、名古屋、このところをほにゃららっていうのが形成された。で、これのことを三大都市圏と言います。三大都市圏です。三大都市圏って言われたら、東京、大阪、名古屋と、ね、このセットも組み合わせでね、一緒に覚えてください。で、その一方で1970年代後半以降ね、高速交通網ですね、これが整備されました。まあ、これは新幹線とかね、そういったものがどんどん、あ、誰か、あの飛行機とかもね、整備されたったんで、うん、整備されてったんで、地方の中心として札幌、仙台、広島、福岡なんか、他もあるからね、そういうところのほにゃららが成長していきました。で、これを地方で成長していったところを、地方を中枢ね、地方中枢都市と言います。いいかな。これが地方でね、どんどん成長していったと。そして最後で、これ人口ピラミッドって言います。これで、絶対によくね出される、絶対言ったこれよく出されるんですけど、これ1935年です。ちょっと見にくいと思うんですけど、35年、すごい昔です。で、これ1960年、これ2009年、だからどん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 こうね、最近に近づいてってるんだけど、形がこうだったのがちょっと減り始めて、今はこういう感じになってます。で、それぞれを何々型っていう名前があるので、これね、必ず覚えておいてください。まず、すごい一番昔のこれ。こうなってる、山っぽいでしょ。だから、まあ日本特有だと思いますけど、富士山型と言います、これを。富士山型ね、これ。で、ちょっとね、下が減り始める。こういう感じになる、最後。で、これを、釣り鐘型です。と言います。まあ、金を吊るしてるやつね。それのに似てるから、釣り鐘型。で、最近はもうこうなっちゃってる。ね、形が。で、こうなっちゃってるのを、釣
壺に似てるっていうんで壺型と言います。いいかな、これそれぞれの名前をね必ず覚えておいてください。よく出されます、定期テストで。ではだいぶ短い感じになりましたが、まあね、たまにはこのもいいわね。では今回は社会の地理、日本の人口についてお送りしました。今回はね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は話がエネルギーだねに変わります。人口じゃなくなっちゃうんでまたエネルギー取りますんで、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。